皆さんこんばんは。もうすぐ今すぐあやかりたい幸せ術のお時間です。よろしくお願いします。さあ、占いで女性を幸せにする研究所研究員の原アンナです。よろしくお願いします。そして研究所の頼れる主任占い師がこの方です。はい、タマアルルです。今日もよろしくお願いします。先生お願いします。いつも先生にはね、本編であの手相で占っていただいてるんですけど、他にもなんか生年月日で先生結構そうですね、見てたりして、なんかそのタイプがめちゃくちゃ当たるんですよね、いつも。そうですね、なんかしかも偶然ながらに、同じ星の方がゲストさんと相談、電話占いのご相談者さんとか、アンナさんとゲストさんとかあるんですよ ね。ちょっといろいろミラクルが起きるっていう。やっぱそれってミラクルなんですね。あんまりない。そうですね、あんまりないんですよ。はい、今日も若干ちょっとミラクル、前世の中の前世、あ、そうですね、ちょっと怪しいかもしれないんですけど、今日のゲストさん、と私がその、宿用占星術っていうんですけどね、私が使ってる、グループが、ゲストさんとも私が同じグループで、ゲスト鑑定士の先生とアンナさんが同じグループなんだ。だってちょっと似たよった、根本が似てるっていうか、それ根本が似てると、なんかその仲良くなりやすいとか、逆になんかこうバチバチしちゃうとかあるんですか？星のタイプにもよりけりなんですけど、この組み合わせはみんな円満にいく感じで、そうなんです。じゃあ今日は円満に、ね、今日はなんかったです、いい感じ。あ、今日はというか、いつも今日いいと思います。楽しみですね。で、今日のゲストの方が先生、東大卒の YouTuber のもっちゃんさんなんですけど、先生 YouTube とか見ますか？めちゃくちゃ見ます。意外と YouTube 見ますよ。本当ですか？そうなんですか？私全然見ないんですっていうコメントだったら分かりますんですけど。そうですか？見るんですか？毎日寝るか寝るまで見てます。本当ですか？テレビよりも YouTube 派ですか？そうです、私結構若い、はい、ちょっと息子がもうそんな YouTuber 世代だからっていうのもあるけれども、はい、見ますね。そうなんです。私実は YouTube っていうのを、多分今回のゲストがもっちゃんさんだと聞いて初めて見たぐらい、全然もう、もう全く34なんですけど、全くもうテレビ地上波一本というか、なんか一本もおかしいんですけど、だから初めてだから、今回ゲストにいらっしゃってくださるってことで、失礼ながら初めて目指していただいて、めちゃくちゃ YouTube って面白いっていう、なんかね、あんなさん、そうなんですね。私びっくりしました。そうなんですか、ね、そういう感じなんだ。もう YouTube はやっぱり地上波に比べ何がいいかって言ったら、結構明け透けっていうか、やっぱなんかこう地上波だと言っちゃいけないこととかがやっぱりね、確かに言っちゃいけないとかあるけど、スポンサーさんがどうとかありますもんね。そうですね、そうです、うん、でも、なんて言うんだろう、全部オープンみたいな、そうですよね、深い情報が得られたり、でも反対もしっかりですね、ちょっとこううさんくさんですよ、みたいな、ね、でもそれを見るのもまた面白い。あ、そうそう、まさに本当そんな感じだった。そうですね、面白かったです。じゃあ YouTuber 初心者なので、ね、今日すごいゲストのもっちゃんさんといろいろお話できるのが、より、ね、楽しみで、 YouTube の世界を教えていただきたいです。欲しいですね。生年月日とかだと、もっちゃんさんは、どんな感じの方なの？それがですね、坊ちゃんさんはおそらく、持ち合わせてる要素が、真ん中がないタイプの方じゃない、極端なのかな？結構なんかの、なんか相反する要素をすごい持ってて、面白い方だった。見た目すごいなんか透明感って可愛らしい、ね、お肌も綺麗でね、若い、可愛い、女の子って感じなんですけど、多分ねすごいね、なんか相反する、そうなんだ、意外性とか、気になる、そういう星をも持ちだし、そんな感じがします。なんか深く掘れば掘るほど、すごく
もっちゃんさんの、はい、あの面白さというのを、そうなんだ出て気になる、はい、そうですね、楽しみ、楽しみですね、はい、楽しみですね。では、うんうんうん、ね、早速もうお時間にもなったということで、はい、本編に行きたいと思います。では改めまして、電話占いマヒナの今すぐあやかりたい幸せ術のお時間です。はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。では早速、うん、今週のゲスト鑑定士の先生をお呼びしたいと思います。今週のゲスト鑑定士の先生は現在千葉テレビ東京 MX の真夜中のおバカ騒ぎで大活躍中、ご出演されてます先生です。アモル先生です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。先生お願いします。よろしくお願いします。失礼します。先生、マヨバカに出演されているということで、はい、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかいい関係性だっていう、そうですね、お話を先ほど、そうです、ね、私とアモル先生が、ね、グループが一緒、グループが一緒、星は違うんだけどグループ一緒で、お二人はもうとにかくバイタリティ、はい、あのもう強気でこの世を渡れる強気ですか？はい、そうですか？いつもエネルギーあふれる、確かに、なんかむしろエネルギー肩ぐらいとか、うん、それをどうやって放出しようみたいな、お二人。あんまりでも確かに私はあんまり悩んだりはあんまりないタイプですね。なんかなんとかなるみたいな、すごい、ね、使い方ですよね。使い方、使い方大事ですよね。でもアモル先生もね、はい、あのテレビご出演されてるので皆さんご存知だとは思うんですが、改めてどんな戦術で普段占いをされてらっしゃるんですか？そうですね、普段は、うん、まあ、チャネリング使ったり、まあ、あとは霊視と霊感、うん、とあとカードも見ますね、カードで見たりもしますし、あとはね、まあ、あとスピリチュアルカウンセリングということで、うん、ちょっと内面を怖い覗いて透かされ内面を覗いて見てますよ。スピリチュアルな先生方って、はい、例えばなんですけど、こう食事とか飲みに行ったりして、うんうん、こう見透かしちゃうみたいなことはあるんですか？見透かしちゃう、なんかこれバレちゃう、なんか怖い、なんか素人なんで、うんうんうん、なんかバレちゃったら怖いみたいな、あ、何を思ってるのかなとか、何を感じてるのかなとか、そういうこと、そうです、見えちゃう時もあるし怖い、感じちゃう時もあるし、怖い、どちらかというと共感タイプなので、相手の感情が入ってきちゃいやすいです。あ、疲れないですか？抜いてます。なるほど、ね、見ないふりもできる、あ、それは本人が見たくなさそうっていうか、気づいてなければ、あえて触れないですよね。なるほど、うん、いやー、じゃあ今日のゲストの方の、うん、いろいろ見えちゃうかもしれないです、はい、楽しみですね。はい、ではお呼びしたいと思います。今週のゲストをお呼びします。東大卒の YouTuber でいらっしゃいますもっちゃんさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もっちゃんさん見つかされちゃうかもしれない。いや、もうドキドキしちゃう。今日はお願いします。よろしくお願いします。あれ、ちょっといつものあれやってほしいですよ。どうももっちゃんです。お、かわいい。そういうポーズを、ね、ポーズどうやってやってるんですか？これ M のポーズ。もっちゃんの M。そう、なんかだから私すごい YouTube、 そうさっき、ね、もっちゃんさん登場してくださる前に喋ってたんですけど、はい、普段全く見なくって YouTube を、はい、でちょっと勉強なの見させていただいたんで、なんかちょっと本物来たみたいな、テレビの本物来たみたいな感じで嬉しいですよね。東大卒、はい、今年の3月に卒業しました。すごい、東大になかなか、でも YouTuber さんということで、いろんな、なんか YouTuber さんっていろんなね番組をオリジナルで考えてらっしゃるんですけど、はい、占いとかってなんか今までやられたり、なんか興味ないは今まででもほとんど見たことなくて、でもやってもらったのも一回観光地であるじゃないですか、ね、はい、あります、占いが、うんうん、そこで、まあ、15分1000円みたいな、ね、あれあれあれ、おじいちゃんがいたので見てもらおうと思ったら1時間ぐらいずっと話してた。15分じゃ終わらなかった。困ったっていう経験だけあります。それも当たってたんですか？それはもうなんか1時間ぐらいだったんで、もう何を言ってるか分からなくなっちゃって、なのでもうほぼ初めてです。初めて、お、じゃあ楽しみです、楽しみです。後ほどね、カナール先生にも手相を占っていくということで、はい、なんか両極端ってちょっとさっきね聞いて怖いですね。気になるんですよ、はい、それが。ありがとう
どうなんだろうと私たちも気になってるんですが、はい、まずはもっちゃんさんのどんな方なのかというのをあやかりグラフというのを使って見ていきたいと思います。では早速こちらがもっちゃんさんのあやかりグラフです。どどん。なんかちょっと私見た印象なんですけど、はい、あの今までの見てですね、先生結構全体的に下じゃないですか。なんか書き方なのかな。そうそうそう、今後もっと上がるっていう、なるほどなるほど、自分の中の期待が、はい、なるほどなるほど。なんかそう、これが幸せのマックスとしたらなんか全体ちょっと書き方の問題かもしれないんだけど。そうですね、そうですね。さあでは見ていきたいと思います。はい、やっぱりここですよね。うん、18歳東大合格と書いてあるということ、これ現役で合格。はい、現役で合格しました。すごい。同級生って現役の人、うん、多いもんなんですか。いや、私は全然学校的にはそんなバリバリの進学校とかでもなかったので、うん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 、学年で受かったのが私とあともう一人2人とかなんですよね、うん、なので結構本当に奇跡的ぐらいな、すごい合格でした、その時は、うんうん、東大にやっぱ行きたいというなんかこう気持ちで、うん、はい、ずっと勉強して。そうですね、中学3年生の時に、うん、まあ、塾の先生にね、うんうん、目指したらいいんじゃないかって言われたのがきっかけで、そこから目指してたので、うん、もう高校時代は割とコツコツ東大に行く、うん、はい、でも中学の先生に東大目指したらいいって言われるってもう、うん、相当頭いい、うん、中学から頑張ってましたね、勉強は。あ、じゃあすごい勉強ができて、はい、楽しかったです、勉強が。そういう感じなんだ、はい、じゃあずっと成績も上位。そうですね、その時は。運動とかも、うん、運動はあんまりできない方です。よかった、ね、両方できちゃったらもう両方できたら漫画みたいになっちゃって、ね、安心する。ちょっと安心する、安心する、現役で東海合格しちゃうんだから。そしてずっと多分在学中があって、なんかちょっと下がってるようにも見えますけど、徐々に下がって、ここで22歳就活失敗。はい、そうか、22歳で就職活動の時に就職活動をしたんですけど、うんうん、実は私就活で全部落ちちゃったんですよ。何社ぐらい受けて、でも全部で何社ぐらいだろう、でも10社ぐらいだったと思うんですよ。結構絞って、その何でしょう、人気の企業ばっかり受けちゃって、で、まあ、当時を振り返ると全然ね、面接とか課題とかもできてなかったなと思うんですけど、それで全部落ちてしまい、結局その時にまあアルバイトというかインターンをしていたベンチャー企業があったので、そこに就職することを決めたんですけど、まあ、全落ちした時はかなりショックで。なんかね、東大現役で受かってる人はこういう挫折がないものだと勝手に私たちは思ってたので、これは確かにショックで、大挫折ですね、そこで。でそれで続いて留年っていうのは、これ就活に失敗したからわざと留年したってことなんですか。これがちょっと複雑なんですけど、その時はその会社で普通に働こうと思っていたんですけど、うっかりこう単位が足りずに不本意に留年してしまって、まあ、留年したからせっかくだったら YouTube やろうかなと思って、何かやろう、はい、で1本目の動画が東大を留年しましたっていう動画を出したんですよ。留年した私ですどうもみたいな、はい、面白い、それは気になる、はい、っていうのを出して、まあ、YouTube やりながら、うん、社会人をやりながら、うん、まあ、学生をやるみたいな、その時は三族のすごいわらじを履いて活動していました。じゃあ相当忙しかったん、うん、まあ、その時はでも授業は一コマぐらいだったので、主に仕事が忙しかったかなっていうところです。でも YouTuber の方って本当にごめんなさい、私友達も一人もいなくて、はいはい、こうカメラとかも自宅みたいな、自分でこうやって設置してもう三脚置いて一人で喋って、うん、すごい一人で編集してっていう、うん、編集ももっちゃん自分で、はい、自分でやってます。あの文字とかも自分で、すごい、やっぱり頭いいからできる、ね、できるんですね、やろうって思うのがすごい、うん、そうですよね、そう、もともとでも見るのが好きで YouTube なので真似しました、ひたすら。すごい、はい、なんか私見た動画で、うん、もっちゃんが2人出てきた動画があって、あ、はい、重大発表みたいな、 ありがとうございます。あれ編集、あれは難しい、まあ、バラバラで撮って動画を、まあ、合成じゃないですけど真ん中でくっつけてるっていう感じです。すごい、自分で、はい、分身の術、うん、すごいそんなことができる、はい、いろいろ楽しいですよ。携帯とかじゃなくてカメラは一応一眼レフで、一眼レフで
いですね。何でもで、まあね、できるんですね。あ、ね、はい、YouTube は結構一人でやってる人も多いんです。最近はでもチームとか、まあ、友達のグループでやる人も多いんですけど。うんうん、すごいな。ぜひね、皆さんコメントもお待ちしてる。なんか今見えてないけど、誰からも来てないのかな。来てますか。ちょうどこっちが来てなくて、すごいなんか今日は誰も見てくれてないのかと思って、ちょっと寂しい不安になっちゃった不安になっちゃった。来てるよかった、来てたならよかった。コメント気になります、ね、そうコメント気になりますよね。じゃあ一回ごめんなさい、ちょっと私が変なボタン押しちゃって今違う画面になっちゃいました。ごめんなさいごめんなさい、ぜひぜひ後でね頑張って大人の方に今やっていただいてます大人の方によかったよかった、見てくださる方がいた、うん、そして続いて、あ、ここで、あ、会社をもう1年で辞めてフリーランスに、はい、フリーランスに10月ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、YouTube とその仕事、まあ、週5フルタイムだったので、うんうんうん、ちょっと両立が厳しいかなっていうのもあって、うんうん、人気 YouTuber ですから YouTube の活動に専念することにしました。すごい、やっぱそれを決めるのはね、うん、結構勇気はいりましたね。勇気がねいるからすごい、はい、なんか今 YouTube のまあディレクター、他のチャンネルなんですけどディレクターとかまあ編集とかの仕事もその時あったので、そこがちょっと安心材料というか、そこでちょっと稼ぎながらやろうかなっていう、ね、すごい。で大学卒業、無事に、はい、無事に卒業いたしました。残りの1単位が取りまして、はい、あ、ありがとうございます、たくさん来ました、ありがとうございます。あ、もっシャンさんに対するやっぱコメントがいつも来てますね、かわゆーいって来てあ、もっちゃんさんはどちらのご出身ですかというふうに。あ、私は北海道の札幌出身です、うん、あ、あ、でもすごく納得してしまいました、うん、あ、そうなんだ、綺麗、白くて綺麗で、はい、なんか北海道のオーラが、あ、ごめんなさい、ちょっとでも地元愛があるので嬉しいですね確かに確かに、はいはい、北海道の方ってやっぱ色が白い方ね、うんうん、穴が綺麗なね感じの方、大学で東京に、うん、東京に出てきました。急に東大、はい、すごい、東京が楽しすぎて、うん、大学の4年間はちょっと舞い上がっちゃいましたね、舞い上がっ北海道から出てきたから、はい、楽しくて友達が、友達と遊びに行ったりとか、うん、あと結構音楽のライブとかも東京だと多いじゃないですか、うん、だから結構たくさん行ったりして遊んじゃいました、うん、大学は留年しまして、はい、なるほど。あ、そしてですね、あ、番組の動画を作るのはやっぱり大変ですかと。そうですね、うん、大体その5分ぐらいの動画を作るのに編集に5時間ぐらいはかかるので、うんうん、そんなにかかるんだ、はい、まあ、そうですよね、やっぱり編集は大変です、編集がやっぱり大変、はい、すごい、文字作ってこう編集して、ね、音とかも入れて、音とかも確かにちゃんと音も入ってた、はい、すごい、好きじゃなきゃできないです ね、 ね、うん、え、普通のこういう、うん、ゆかいさん、普通のこういうなんか1時間番組作るって編集どのくらいかかるんですか。ゴールデンだと、ゴールデンだと1時間番組もっとかかる。あ、やっぱりそうなんだ、テレビは前段階が長いです、はい、そうかそうか、そう100時間ぐらいかかる、100時間とか、番すごいね、私たちが喋ってだけで、私たち喋ってるだけでありがたいですね、陰でそう、それ一人でやってるんだから一人でやる分はちょっと大変ですね。大変ですよね、音を選ぶのとかもね、うん、その素材とかも、はい、素材も無料で使えるものを探して使ってます、うんうん、すごい、24歳でねそれができるなんて。じゃあ寝れない時もある、編集に間に合わない、結構生活リズムは崩しがちです ね、 ね、明日どうしても出したいとかあったら徹夜しちゃったりするので、うん、でもそんな24歳のもっちゃんですけども、カノアルル先生、アモル先生、24歳の時は楽しかったですかなんか随分なんか言い方してきましたけど楽しかったですか楽しかったです楽しかったですよね、それはそれは楽しかったですよ、私たちだってね私たちだってね随分前になりますけど同じ歳もあったんだから、ね、私たちだってね、ピュアでしたよ ね、 でもね、今でもピュアです、今でもピュアその時はもう占いとか興味持ってらっしゃったんですか、ね、24歳どうだったんですか、先生の。全然ですね、全然急に。そうなんですね、
うん、私も星占いとか、そういうのは見てましたよ、好きですよねやっぱり。こんな今日は見ますよ普通のやつ、でも自分さとかは全然思ってない。でもそういう感覚を得たのは何歳ぐらいの時だったんですか。得たのはもともとでしょうね、これは。やっぱりそうですよね。気づいたのはだいぶ後ですけど、カナール先生、私ね、ちょうど24歳ぐらいの時、動物占いっていう、あ、流行りました、流行ってた、コアラとかね、知らないでしょ。好きな動物選ぶんですか。違うの、違うんですよ。そうだよね、やっぱそうなるよね。動物占いって言って、動物に当てはめたそれぞれのキャラクターがあって、コアラ、私コアラ、かわいい、そういうのがあるんですよ。なるほど、ね、そういうあのでもあれはベースが四柱推命って、ちゃんとした実は、ちゃんとした戦術から編み出してるんで、まあすごく、当たってる、当たるね、それでハマってました、ね、あ、そうなんですね、そっから。そうですね、まあ、それも一つの理由ですけど、当たってるんだっていうね、やめて当たるなみたいな、動物、なるほど。じゃあそんな、まだ占いが、ね、動物占いは動物を選ぶんですかと言ったおっちゃんさんの違った、ね、もう占いまだ本当に初心者と言ってもいい、本当に初心者です。おっちゃんさんの占いをじゃあ今からカナルル先生に見ていただきたいと思います。それではカナルル先生の手相占いのコーナー行ってみましょう。行ってみましょう。じゃあね、もっちゃんさんは何か、もっちゃんさん、これを先生に占ってほしいななんてことありますか。やっぱりもう仕事運です、やっぱりね、これから YouTuber としてね、これからがありますから、じゃあですね、もっちゃんさん、ちょっと一度こう私に、実際にね、見るのと違います。手がすごい綺麗ですね。私もずっと手相が薄いんですよね。あ、そう言われてみたらそうかもしれない、はい、このちょっと薄めの手相かもしれないですね、おっちゃんさんね、すごい、すごい、でもすごい線が1個あるんですよね。すごい線、1個どころかいくつか、で、おっちゃんさんは、はい、ちょっと待ってくださいね、おっちゃんさんはまず特徴的なのが、はい、右手にバッチリ、マスカケ、本当だ、手に手と書いて、これってなかなかない幸運の持ち主の、そうなんですよ、手に手って書いてるのが右に出てるので、こっちは結構人に見せてる顔とか見られてる顔なので、やっぱりみんなに一目置かれてる、カリスマとかね、すごく手に手って一目置かれるんです。人にはないこう才能とかそういうを持ってる人に見られてる。見られてる。でも、ちょっと左手がリアルなもっちゃん。なるほど、なるほど。はい。右手に比べて普通にまあ3本線がこう入ってるので、でもちょっとね若干変形マスカケではあるんですけど。ここほどバッチリ右手ほど出てないので、たまに私そんなにすごいかなって、みんなが見るほど期待されるほどでもないけどなみたいな、ちょっとジレンマとかもある。自分でちょっとそう、みんながすごい、はい、こう見てくるんだけど、それにちょっとこう、押しつぶされるじゃないけど、はい、そんな目で私を見ないでじゃないけど、はい、そこまですごくないんだけどっていう、もともと謙虚な方っていうか、すごく、もっちゃんさんは控えめなところとか、そういうところがすごくいいところなんですね、なんでちょっとそういうみんながこう見てるほどじゃないっていうふうに思っちゃったり、自分で思ってる、そうですね、するんですが、もっちゃんさんは今みたいに YouTube みたいにどんどん前へ出て大丈夫っていうか、むしろ出た方がいいっていうのが、ここに通称モテモテ線とかね、目立つ線とか、こう人気、そうですね、人気を表す線が入っているので、しかもね結構複数入ってるんで、右も左でも、なのでもっちゃんさん結構ね、はい、実はすごい
感じる力とか感受性がすごい鋭いので、うん、なんかね感性を生かした仕事は本当に合ってる。あ、じゃあ今ですね、うんうん、今は ね、 ね感性、自分の感じたものを作品にするとかすごい合ってます、うんうん、嬉しい、それは嬉しいですね、うん、それで仕事がどうなるかというと、うん、ですね左手の方が本当のもっちゃんさんが持っている実力は、はい、すごいお若いのに結構ここら辺ぐらいまでちゃんと運命線って言って仕事線があるので、うん、実力はすごいお持ちなんだけど、だけどこっちも、はい、だけどこっちの方では、はい、謙虚さがあるから、あのそんなに自分がガツガツ前に出るっていうところがない、はい、ないし、なんかちょっと控えめな部分で言うと、うん、ちょっと若干、はい、あの実力に対して評価っていうのかな、こっちの方がちょっと短い部分があるので、うん、あのもしもっちゃんさんこれからあのもっと活動を広げていく時に意識したらいいのはちょっとズーズーしくなるっていうか、うあのすごい控えめな方なんだのはすごくいいんだけども、はい、せっかく実力お持ちだから、うんうん、もっとなんかちょっとガツガツ感っていうちょっとそういう本当は実力があるのにまだ温存してる部分がある、はい、そうですね、うん、まあ、分かる人にはもちろん分かるんだけども、うん、そこがいいんだけど、でも全然ここにさっき言ったように表に出るっていう線もいっぱい出てるから、うん、もっともっとこう前のめりというか、はい、うん、そんな感じで大丈夫、はい、あすごい、でも、うん、自分が当たってます、ね、当たってる、はい、ゆっくりですね、はい、なんかあと気になるところなんかあり、ちなみにあの視聴者の方がもっちゃんさんの今後の恋愛運がちょっと見てほしいちょっとおせっかいなんですけどね、はい、おせっかいなお願いします、お願いが来てたんで、ちょっとこの幸せになりたいです、ねね、横を見せてくだまだ若いから今後が楽しみですから、はい、そうね、そうですね、もっちゃんさんはねあでもそうかも、ちゃん結婚しちゃったらちょっと寂しいけどそうですね、あでもね、もっちゃんさんはね、うん、はい、うん、ふんふんふん、一度恋愛するとすごく真面目に一人の人と長く深くお付き合いするから、うんうん、そのまま結婚にそのね、うん、その方とたどり着ける、うん、ね、なんか全部が真剣ですね、神経あの上ついてないっていうか手相にももう出てるんですけども、もともと年齢に比べ精神年齢が高くて落ち着きがある感じなんですよ、うんうん、なので恋愛もおそらく上ついてなくて、うん、はい、もうすごく一人この人って決めたらもうその人一途をそれなりに人生のうち何人か、はい、3人かな、本気で好きになるその人の誰かと結婚するっていうね、はい、すごいアモル先生もうなずいてたけど、うん、やっぱり結構ね、うん、こうなんていうの、尽くしたりとかもするし、うん、でも、うん、ちょっとやっぱり控えめなのよ、控えめだから大和なでしか、そう、うん、尊重するっていうのも持ってて、うん、だからホットな部分もあるんだけれども、うん、そこでちょっとこう、うん、引くこともちゃんと分かってる、だからちょっと達観してみるっていうのもできる、うん、うん、で今年出会ってる人とかはすごくいいです、今年出会ってる人がいいかもしれない、今年もう出会ってるかもしれないってことですね、まだ今年あと半年あるから、はい、その間かもしれないです、いや気になる、いやいや、もしかしてそんな話が YouTube で聞けるかもしれない、うん、いつか聞けるかもしれない、そうですね、はい、というわけで、うん、手相占いのコーナーでした。ありがとうございます。すごい、ね、面白かった。いやもっとなんかいろいろ聞きたかったんですけど ね、いっぱいコメントも来ていますけど、ね、お時間ということで続いてのコーナーに参りたいと思います。さあ続いてのコーナーは今すぐお悩み解決視聴者生電話占いのコーナーです。さあこのコーナー皆さんお待ちかねということで、もっちゃんさんもぜひ視聴者の方のご相談に一緒に乗っていただきたいと思います。さあ今回お悩みをお持ちの方なんですが、44歳、あ既婚の女性の方ですね、既婚の方はねこの番組では珍しいんですが、です、はい、A さんですね、一体どんなお悩みをお持ちなのでしょうか、早速電話つなげたいと思います。 A さんこんばんは。あこ
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ早速なんですが、事前のアンケートによりますと、はい、A さんは今旦那様がいらっしゃって、その旦那様とは別に少し前にお付き合いをしていた同級生の方がいらっしゃる、それで2人の方で悩んでいるというお悩みだそうなんですが、 A さん、そういうお悩みでよろしいですか？あ、はい、はい、そうです。ありがとうございます。ということで、その同級生の方とは現在はお付き合いはしてない状態になるということなんですか？そうですね、はい、うん、2年前にですね、ちょっと喧嘩をしてしまいまして、うん、ブロックをされてしまってたんですが、連絡をね、全部、うん、はい、で今年の1月にまた連絡が来まして、うん、でまあ3月までお話とかこうね、いろいろしてたんですけど、うん、またちょっとね、揉めてしまって、またブロックされてしまった状態で、今います。はい、なるほど。旦那様とはご結婚されて、もう長くいらっしゃるんですか？はい、そうですね、もう20数年ですね。はい、旦那様となんかうまくいってないとか、そういうこと？そうなんです。旦那さんとはすごく、はい、仲がいいと言いますか、そうなんですね、まあ、友達みたいな感じですけど、はい、はい、やっぱ長いとそうなっちゃう部分も ねありますよね、はい、じゃあその同級生の方は学生時代の同級生っていうことなんですかね？はい、そうですね、はい、学生時代の同級生ですね、はい、その学生時代にお付き合いしてたとかではないんです。お友達の彼氏だったんです。へえ、面白い。大人になって再会して。そうなんです、大人になってちょっと再会しまして。へえ、すごい、はい、すごい。再会っていうのはその大丈夫な範囲でと言いますか、お仕事で出会ったのか、偶然なんかで出会ったとか？ですね、彼がちょっとね、プロのアスリートなんですね。で、その私もそこに携わるお仕事をしていて、そこで再会したといいますか、まあ、お友達経由でつながった感じです。はい、なんかちょっとドラマみたいで、ちょっとそうですね、なんか勝手にワクワクしちゃう。そんなワクワクしちゃダメなんですけど。で、 A さんの気持ち的にはなんか、こう揺らいでるというか、どっちかが好きとか、そういう感情だったりは あるんですか？どっちかが好きというのは、なんか旦那さんとかが好きとか、やっぱ彼の方が好きだわとか。そうですね、今はやっぱり彼の方が、やっぱりね、お仕事上やっぱりこうアップダウンの激しいお仕事されているので、成績にまあ左右されるお仕事されているので、やっぱりそういう意味で支えていきたいっていう部分がちょっとやっぱりどうしてもありますね。はい、彼はご結婚はされてない？ですね、結婚してたんですけれども、今離婚調停中ですね。はい、それちょっとまだってやっぱり A さんの今後のまだな、はい、まだまだ長い人生を一緒に過ごす男性を選ぶってことですから、はい、結構重要なね、はい、悩むところですよね。はい、いやこれは結構ね、皆さんそわそわしてるから、そわそわしてます。この場所がね、皆さんそわそわしてるんですよ。そわそわ本当、ね、A さん、皆さんそわそわしてますからね。すごい。疑似体験で、どうなるのか興味津々ですよ、ここの皆さんたち。ちょっと私も津々です。はい、今はその、ちょっと超えちゃった。彼の方とは連絡は取れてる状態ではあるんですか？ですね、取れてなかったんですけども、ちょっと彼のやっぱ成績がね、良くないっていうの、私応援には行けてるんで、まあ、そうですよね、声をかけるとちょっと目があったりはしてるんですけれども、ちょっと成績が悪かったので、私家から電話をしました、彼の家の携帯にね。で、出なかったんですけど、折り返しかかってきたのが先月だったんですけど、もう会話にならなかったですね。もう一方的にも拒否されてしまったので、もう私がもう、あ、ごめんなさい、もう分かった分かったって言って切った感じですね。なので連絡は取れてないです。まあ取れてるというか、まあ取れてないです。なるほど。でもスポーツのしてる方だとね、こういうね、浮き沈みもあったりするかもしれないんですが、天野先生いかがですか？そうですね、そのブロックしたりとか、その、そういうこともそうなんですけれども、やっぱりすごくそう精神的な状態がお二人ともね、これ、彼もそうなんだけれども、 A さんも
ぱり精神的な面っていうのがすごくこう揺れる、お二人ともすごく揺れるタイプかなって思いますけど、どうですか？はいそうですね、すごく当てはまります。はい、なんか揺れるタイプです、ね。もともとやっぱりお二人ともね、すごく感受性が強い、はい、うん、はい、そうですね、彼もそうなんですけど、はい、A さんもね、すごく強くてらして、うん、やっぱり、はい、から相手の気持ちをね、自分の気持ちだと思っちゃったりとか。ああ、すごくわかります、うん、はい、そうです、これね、彼もそうよ。あ、同じなんですね、お互いね、うん、そうなの。でも相手はどちらかというと、あの、はい、揺れてる気持ちを隠してる、隠して、まあ、隠さないとできないお仕事なんだろうなっていう、どっかで自分を切り替えないとやっていけないお仕事であるので、うん、だからね、はい、ブロックするの、これは反応ですね、ブロックは。うん、あ、そっか、拒否ではないんですね。拒否というよりも、拒否しないと自分を保てないから拒否をする、うん、あ、そっか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 、うん、なるほど。どちらかというとそっちの反応が強いですね。で、多分他のこと、あの、お仕事以外でも、まあ、プライベートでも、はい、この方、うん、いろんなこう揺れる現象が起きてます。へ、今も、うん、はうん、今も 現在ね、進行中、うん、あ、進行中なんですね、うん、だからまあその成績っていうのも本当にアップダウンっていうのが激しいんじゃないかなって思いますよ。はい、今も急降下しております、うん、はい、うんうん、それがもう適面にこの成績とリンクしちゃってる感じ、この人。あ、なるほど、ね、だからきっとなえこさん、はい、あ、ごめんなさい、 A さんも心配なのよそうですね、あ、そっかそっか心配なんだ。あ、なるほど、うん、あ、だから私電話しちゃったんですかね。そう、何気なくふと電話しちゃった感じなんですけど、うん、もうなんか、なんて言ったらいいのかな、抑えられなくてっていうよりもなんかしないとっていう感覚だと思います、はい、あ、そうですね、なんかそんな感じでした、うん、はい、何かあったんじゃないかなっていう、うん、虫の知らせって言ったらいいのかな、あ、受け取っちゃったとか、うんうんうん、受け取った感じなんですか。そこにこう、こ、彼の状態に自分が合っちゃった、うん、あ、まあ、いわゆるチャネリングみたいなものですよね、うん、彼の知らせに、ね、うん、A さんが合っちゃった、うん、なるほどね。だから行動に移しちゃったんだけれども、逆にいい状態ではない時にこういうことを、ね、うん、お電話したりっていうことをしちゃったので、あ、突然ね、シャッターをガシャンと下ろされた感じです、なるほど、で、それからですね、なんかあの、うん、応援に行く気が全くなくなってしまって、うん、あ、この人全然変わってないっていう気持ちがすごく強くなってしまって、うん、もうそこから私全くもう応援に行くのをやめてしまったんですけども、うん、でそれからなんかこうやっぱり時々やっぱ怒りが、ね、出てきてしまって、うん、でまあ成績を見ながら、あ、よかった、パチが当たったんだとかで、すごいなんかこう意地悪な感情が自分はすごい出てきてるんですけど、そういうのもやっぱりこう、なんだろう、パチが当たってるっていう自分がすごく、まあ、嫌というか、なんでこうなっちゃうんだろうっていうのね、気になってというか、その感情が今すごく気になってます、うん、自分の、はい、感情を見てるときに嫌だなって思ってるでしょ、その自分がバチが当たればいいとか、そういう感情になってる、感情になってる時、嫌だって思ってるってことは、はい、その感情は A さんが今思ってる感情ではない、自分がではない、自分の感情がもしその、イライラするとか、そういう感情であれば、そこの感情に自分がこう一緒になって乗っかってスッて落ち着く感情に、嫌な感情でさえもね、落ち着く状態になるんであれば本当に感じたい感情、あ、でもそこに嫌だなっていうふうに思うのであれば、本当に感じたい感情は別にある。ああ、別なんですね、うん、これは本音じゃないってことですか。本音じゃない、あ、うん、A さんが本当に彼に対して思ってる感情はそれじゃない。あ、でもそれ言われたらすごく腑に落ちました、うん、なるほど、もしかしたら支えたいとか思ってるかもしれない。だからもっと深いところでつながりたいとか、うん、もっと、うんうんうん、どちらかというとその自分がこれだけ思っている感情を分かってほしいなのよね、うん、ああ、そうです、うん、あ、でもそれ言われたらすごく分かりました、分かってほしいっていう感情が前に出ちゃうので、でもその分かってほしいっていう感情でさえも裏にまた隠れてる、うん、だからここね、ちょっと何種類もの感情がこう重なってるので分かりづらいと思う、はい、だから苦しいんだと思いますよ、
本当に感じたい感情は悔しさ悲しみの方が強いですね。あ、確かに悔しい、そうですね、言われるとすごいなんか腑に落ちるんですよね。悔しい悲しいすごいわかります。そうですね、ブロックとかねされたらやっぱり、うん、もし私が A さんの友達だったら嫌ですもん。なんかやそんな男やめときなと思って、ね、自分でそういう風にね、だからって悪意地悪な感情になっちゃうね、気持ちはわかるけど、うん、でも繋がってますよ、お二人繋がってますか、うん、繋がってる。そうなんですね、うん、なんか関係性がわからないという、ね、方もいらっしゃって、私が手掛けて今入っちゃった。 ちなみに A さんは、うん、その彼には何年前に再会したんでしょうか。4年前です。4年前、あ、そうか先生、はい、その時期時期をちょっとね、うん、どうですか、どうですか、それがいいんですよ、とっても A さんが、うん、それいい時期に出会ってるってことは、うん、いい人ってことなんですか。やっぱりそうなんです、 A さんにとってプラスになる人がいい時期に会うので、やっぱりご縁がすごいあって、うん、この ね、はい、で去年あったりちょっと辛い、うん、ご経験ありませんでしたか、はい、もう一番しんどくて、もう本当に毎日がもう早く一日過ぎればいいなってずっと思ってました。まだ今年の方が気が楽っていうか、あ、全然楽です、明るくなりました。そうなんです、運気で言うと、うん、去年今年が、まあ、まさにちょっとあのエースさん低迷期っていう時期に当たってたから、うん、まあ、彼のことプラスなんか違うことでも去年何かショッキングなことも重なりました。はい、はい、職場の人間関係がすごく悪くて、ちょっと違う仕事に今シフトチェンジしたところですね、まあ、変わりつつあるというか、はい、よかったよかった、ね、よ、ね、重なったんですね、はい、ね、ちょっと重なって、多分おつらかった去年あたりね、だからその思いもあって、今はあの A さんちょっとやっぱりちょっとネガティブになりがちな時期っていうか、閉塞感とか必要以上に敏感に、 いつも以上になんて言うんだろう、ちょっと物事を後ろ向き捉えてしまうっていうのも あって、この彼のこともすごく悩む、うん、来年ぐらいかちょっと、うん、まあいいかっていう日が来るかな、来年ぐらい、来年ぐらい、結構ね切り返しはあのうまく本当はできる方よ。そうですね、うん、あ、そうですか、実は今ハマってるだけって言ったらいいの、うん、そうですね、今、うん、そうそうそう、ハマってるんですね。一時的というか、まあ年単位の一時的よね。年単位のね、ですよね。うん、あ、そっか。もうちょっと全然これは、うん、今年ぐらいはちょっとモヤモヤするかもしれないけど、はい、なんかいつか あれそんなことで悩んでたり落ちてたんだっていう日が来年あたりぐらいから。うん、来ると思うんで、はい、あ、よかったです、あ、よかった、なんか今すぐこの A さんが旦那さんとどうとか行動に移さなくてもまだいいってことなんですかね。今は来年ぐらい待って待った方がいい、うんうん、旦那さんはまだもうちょっと現状維持ですね、うん、何も安定してる、もともと安定してらっしゃるし、すごくね旦那さんの方が A さんのことがすごい好きなのよ。そうなんだ、愛されてる。なんかそれすごくわかります、すごくわかりましたよ、ね、大事、思いが強いよね、旦那さんが、うん、話さないんじゃないですか。そう、どちらかというと、はい、話してない、手を握ってるのは旦那さんの方、うん、ね、あ、なんかすごくわかりますね。どうしたら手を離さずに済むかっていうことを考えてる感じ。あ、そうなんですね。あ、うん、そうか。どうしたら喜んでくれるかとか、まあ、だから男性としてそういう人に愛されてるのは、うんうん、幸せ、すごく幸せなことだと思います。そうですね。もう贅沢ですよね。確かに。うん、でもなんかこの彼とはやっぱり、うん、あ、この A さんと。すごい要素が似てるのよ、なんか、あ、そうなんです、本当は。なんか支えてあげたいと思ってるけれども、でも自分も支えてほしいっていうところもあって、はい、でも旦那さんの支えとはちょっと違う。なるほど、そうなんです、そうなんです、すごくわかります。旦那さんはすごく何でも言うこと聞いてくるじゃないですけど、すごい優しいんですけど、また何か違うんですよね、ちょっとね、そこがね、あるのかな。
だからあのジレンマだと思いますよ。そうですね、うん、あなるほどね。でも時間とともにって言ったらいいのかな、あの自分のそのどうしていきたいか、はい、あどうしていきたいですか、うん、ですね、なんかこう、うん、今そう旦那さんとは全然なんですけど、うん、将来をって見据えるとなんか彼がいない気がするんですよ。あの彼とか旦那さんがねいない、うん、私の横にいない気はするんですよね、うん、だからこれ私の勝手な願望なのかどうなのかって分かってなくて、うん、でも彼がこんな状態なので彼も横にいるかどうかっていうのが私ぐらついてて不安なんですよ。だからビジョンが見えてないというか、うん、でも旦那さんは私将来的にはいない気はするんです。なんとなく直感で、見えないのであれば、はい、それ以上そこを見る必要はなくて、はい、ただ今現在、はい、その、はい、ご主人のビジョンは見えないっていうのであれば、はい、それがまず今の状態の A さんの事実なんだよね。真実って言ったらいい、要は望んでないっていうこと。ああなるほどね。だからそこに望んでない、じゃあこの彼も相手の状態がどうであるかで自分がビジョンを上げようとしてるので出てこないんです、うん、自分がどうしたいか、自分がどうしていたいか、うん、あなるほど、そっちからの目線をちょっと視点を変えて見ていかないと、うん、そっじゃないと出てこない。あだから私はどうしたいっていう方よ。うん、あなるほどね、うん、彼がこうだからその先どうなのかな、うん、ではなくて、あそっか、多分怖いんだと思うんですよね、うん、それを考えるのが多分まだ、うんうん、そっか、自分の今の世界に、はい、彼を入れてないじゃない、今ご主人と、ね、お子さんもいるでしょ、うん、お子さんと、はいはい、うん、はい、そのものしか入ってないんだよね、うん、あそうですね、確かに、うん、彼はどちらかというとう、はい、この辺にある脇に置いてるって言ったらいいのかな、うん、でもすごい気になってずっと見てるんだけれども世界の中に入っていない、うん、入れたくないんだと、あ今見ようとしてないんですよね、じゃあこ の,、うん、この人が入れることによって自分がどうなっちゃうんだろうっていう、うん、やっぱ恐れとか不安とかね、そっちが強くて、ねね、ビジョンを上げられないんじゃないかなっていう感じ、うん、あなるほど、すごくわかります、うん、確かにそうですね、うん、でもあのもう少しね、はい、時期を今はこうだけれども、はい、あの、うん、A さん自身が自分を、はい、もう少しこうなんていうのかな、持ち上げる時が、うん、この後来るのよ、おあ、うん、この後来る、そうなんですね、うん、今ちょっとねやっぱり揺れてる時にこれを上げようと思ってもビジョンは上がらない、うんうん、あのカナ先生も言ってた通り、うん、今ちょうどそのサイクルに入ってるけれども、はい、このサイクルを抜ける時が、はい、あのもうね数ヶ月でもう片足抜けるぐらい、よかった、うん、あ抜けるんですね抜ける抜けるなるほど、そこからもう一回上げたらいいと思いますよ、ね、こういう時は、ね、大事な決断をしなくて、うん、現状維持での方がいい、うん、上げちゃうとその上げたものが叶っちゃうので、なるほど、今上げないで自分を、うん、あの整える時期、うん、なんかね、あ、はい、ここが喉大丈夫、喉喉大丈夫じゃないんです、ずっと痰が絡んで1ヶ月ぐらい治らないです、風がどうでしたごめんね、はい、そうだよね、ずっとねここがね、さっきからね私もぐる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 してるよ、そうなんです、治らないんです、うん、なんかねちょっと引きずってる感じだから、自分をねもっとあの癒す方法だったりとか、うそういうものを今探していかれる、はい、浄化の時期だと思ってもらった方がいいかな、あ昨日ですね、ちょっと今やってる仕事で新しいことを始めようと思って、うん、ちょっと新しい分野にちょっと、うん、あの踏み込んだとこだったんですよ、でちょっとね、うん、彼のことが楽になって、昨日本当に楽になって、で今日鑑定だったんですけど、なんかちょっとね、楽になりました、確かに、自分の方にこう目を向けたら、ちょっと楽にはなってきました、確かに、はい、もっと見てほしいのよ、自分を。ああ、そういうことなんですね、うん、もっと見て見てって言ってるよ。あやっぱりね、姉さん、うん、ぜひね頑張っていただきたいですよね、はい、ですね、あはい、はい、ぜひぜひ応援してます、でもなんかこう、はい、ありがとうございます、あの今白黒つけろってことじゃなくて、うん、今は待つ時期っていうこともすごく大事なことですよね、うん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 、待つっていう感覚ではないかな、うんうんうん、あ決断をあえてしない、なるほど、うんうん
なるほどなるほど。今決めたことはちょっとなんか間違ってい いる自分が絶好調じゃなく好調じゃないっていうか、うんうん、なんかこう、はい、そういう不安定な時期に何かを無理やり決めてもそれが間違いがちっていう感じ、後で後悔するかもしれない、あそっかとか、うん、はい、あ、うん、なんかそういう時期はなんか自分を癒したよね、お二人共通なんですね、そっちにあんまり真剣にし、うん、その他者に目を向けない方がいいのかもしれない、あいたわるみたいな、うん、でもちゃんと気づいてて、うん、もう昨日の、ね、タイミングで、うんね、それをされてるので、うんうん、だから自分を信じてやってください、うん、はい、そうですね、はい、A さんいかがでしたか、うん、鑑定、あ、なんか、はい、あのすごくすっきりしましたし、なんかズバズバあの思ってることを言ってくださったんです、うん、すごくすっきりしました、うん、ありがとうございます。またね、その時期が変わって、はい、ね、運気の流れも変わったタイミングなんかでね、はい、ぜひ相談に、はいはい、来ていただければと思います、はい、今日はぜひまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、でも A さんモテるんでしょうね、そうです、あモテる星にいましたよ、本当ですか、そうなんだ、結構自由奔放、あ、やっぱりドラマまあ、恋愛が似合うから、うん、あんまりちっちゃく収まらなくていいと思います、その存分恋愛を楽しんで、そうそう、楽しむ感じが、ね、似合うよね、のが似合う、明るくて楽しみですね、うん、そうそうそうです、なかなかね、もっちゃんさんもハードな話で23歳ちょっといきなりシリアスびっくりしました、そうですね、ちょっと大人ってこうなんだみたいな、そわそわしてました、そわそわでもなんかこういうね、あのお話って聞いてるだけで楽しいよね、まだ早いけど、そうね、24歳だとやっぱり周りにはこういうお話は聞こえてこないよね、まだまだないよね、そうですね、あ、やっぱり34歳になると聞こえてきますもん、聞こえてきますよね、やっぱりね、やっぱり聞こえてきますから、はい、あ、じゃあ時間も少ないんですけど、せっかく、ね、このテレビで活躍中の安室先生がいるということで、もっちゃんさんなんかちょっと見てもらえます、ね、あ、見てほしいです何が見てもらいたい感じですかね、そうですね、今結構ちょっと下がり気味で、うんうん、大学卒業してからこのまま YouTube 続けていけるのかなとか、うん、そうか、仕事に変えたわけですからね、こう不安なところは今あります、うん、あの YouTube のお仕事っていうのはそのまま今もこれから先も継続されていて、あの OK なんだけれども、その そもそもがさ、すごくこうハマりやすい方で、うんうんうん、一つのことに結構こう集中しやすいんだけれども、性質的に、うんうん、だけれどもちょっとチャレンジね、これからチャレンジとしてちょっと多岐に目を向けるっていうのをやることで飛躍します、うん、なるほど、うんと、うん、あえてね、なるほど、じゃあ YouTube じゃないところにもっちゃんさんの飛躍の何かがあるかもしれない、うんうん、どちらかというとそちらの方は、うん、自分が苦手なこと、苦手なこと、うん、なんだろう、勉強は得意だから、もしかして、うん、苦手なところなんだけれども、うん、はい、苦手になってしまったって言ったらいいかな、どちらかというと本当は持ってる要素なんだけども苦手になっちゃっただけ、うん、どっかですり替わった、うん、すごい、小学校か中学校だと思う、なんだろう、うん、でもこれをきっかけに何かすごい、うん、運動ですかね、あ、運動運動です、もしかして運動を自分がするっていうよりも、その運動を使った、動画だ、例えば何かその今までってこう固まってた自分の上げてる動画がちょっと偏ってたりとか、うん、ちょっとこう偏ってる感じがするのよね、うんうん、だけれどもそこじゃなくてちょっと、自分が苦手だからここをちょっとやってみましたとか、なるほど、うん、これをちょっと私チャレンジしてみたんですけどみたいな感じのものを YouTube にする、あ、見たい、なるほど、なんかもっちゃんさんってこう、はい、私の見た目のこのピュアな感じだから、うん、初めてこれに挑戦しますとかもちょっと可愛くて見ちゃうかも、うん、初めて挑戦系がそう、なんか、うん、
どちらかというとそっち、はい、感性を使ったりとかね、そういうのが多分占い多分ね得意だと思う。占い的にも実は占い師向いてますねって言うのも本当によく敏感に何でも人の感情とか、とか動物とか接する機会ありますか？はい、動物、まあ、実家には猫はいます。猫が何考えてるとか結構分かったりします。嫌われてますね。あ、嫌われてます。私があの大学出てる時に飼い始めたので全然懐いてないんですけど、その人がたまに来たみたいな。絶対感じる力はねすごい強いですから。使ったらいいと思います。そう、目に見えないものとかすごい向いてる、うん、から何か始まるかもしれない。始まるかもしれない。ちなみに今ちょっとお芝居とかもやってるんですけど、うん、そっちはどうですか？演技したりする方ですか？でも感受性ですよ。感受性を生かすってところではいいとは思いますね。その表現力を今学ぶためにやられてるみたいなので、はい、今やってること表現をもっと自分の感性だったり感受性を引き出すためのものみたいですよ、お芝居って。なるほど。だからそのお芝居がメインになるっていう感じはちょっとなくって、それはただ自分の要素を引き出すためのもの、次につながるものっていう感じかな。なるほど。ちょっと橋渡しっていうコメントで来てますね。なるほど。ちょっといろいろ挑戦してみたいと思います。なんかね、今後が楽しみになんかなっちゃいましたね。さあ、あっという間にお時間になってしまいましたが、今すぐあやかりたい幸せ術というこの番組なんですが、もっちゃんさん何か普段からこう幸せを手繰り寄せるためにというか、なんかやってること、気をつけてることなんてのあれば、ぜひ視聴者の皆さんに。そうですね。私は結構目標とか考えてることとかをノートにメモするのを最近はやっていて、なので、まあ、なんでしょう、考えを文字にして自分と会話するじゃないですけど、素晴らしい。やっぱ大事ですね。素晴らしい。素晴らしい。もう大事です。大事。よかった。素晴らしいです。うん、やっぱり達観してますよね。そうですね。文字にすると現実にとか。あとは自分で考えてることが文字になるので見えるじゃないですか。だからその見えないもの、思考もそうだし感情もそうだし、見えないでしょ。見えない。見えないものをか、あの形にするっていうことをもうされてるのが24歳で、すごい。確かに。それは今後も継続していきたいと思います。いいですね。でも書くだけでいいんですね。こう思ったことを考えたことをこう紙に書く。書いてると自分が同じようなこと書いてるとか思ってるなっていう、そういうのも分かったりしませんか？あ、それはでも思います、ね。なんか同じパターン の考え方でここを作ろうとしてるとか、癖みたいな自分の。やってみよう。いいですね。すごい24歳で気づきを始めてます。素晴らしい。続いてアモル先生は何かありますか？そうですね、気分を自分でこう、自分の感情ですよね、自分の心の状態、思考の状態っていうのをいつも見てますね。見てると見るっていうのは感じるってことですよね。聞いてあげる、聞いてあげる、心地よくさせるっていうことをやっぱりやってると、自分の心地よさっていうのが何なのかがみんなわからない。要は幸せってじゃあ何ですかってなった時に、みんな違いますけど、その幸せっていう大きなものですけど、でもそれってあのすごいワクワクするっていう人も、それが幸せだと思っている人もいる。じゃあ嬉しいっていう感情を幸せだと思ってる人もいる。あ、はい、あ、そうか、逆にそうか、ぼーっとしてる時が幸せって人もいる。そうそう、そういうこと、そういうこと。考えたことないです、だからなんかあのいいイメージ、いいことをして楽しいことをしてれば幸せなのかっていうと、そうではないのかなって。人それぞれ幸せ の価値観っていうのは違うので、あの幸せっていうものをもう一度見直していただく機会にね、今日していただけたらいいかなと思います。夜やってみよう。考えたことなかったです。意外と寝る前とかがいいんですか？そうですね、一番いいと思います。寝る前に、はいはい、やってみよう。お酒飲んじゃうか、いつも。そのまま寝ちゃう。そのまま寝ちゃう。それはそれでいいのよ。それもいいですか？それでこう自分が、はあ、すっきりしたみたいな感じで、そこがあの、アンナさんの幸せポイントなんであれば、そうです。アンナさん、人それぞれ違います。なる
るほど、はい、やってみたいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください、うん、さあ本当にあっという間の時間で、もっちゃんさん、ね、あっという間でした。占いって普段、ね、はい、やってなかったですけど、うん、どうでした？すごい面白かったです。なんかね、当たってるなんて言ってくださってたけど、はい、ね、占いを、ね、題材にした YouTube も今後なんか、はい、さっきねちょうど来てたんですよ。向いてるんですかね。実は向いてるんですよね、うん、向いてる、向いてる。なんか占いって結構いろいろありますよね、うん、でもそうですね、ちょうど、あのコメントで来てるのは、うん、はい、猫と 50m をしながら占いをするチャンネルにしようっていう。難しい、よくわからないですが、そういうの募集したらどうですか。あ、どんなのを見たいですかみたいな。あ、そっか、その番組を一回作って、うん、そこからヒントを得てってのもできますもんね。チャレンジするってことですね、うんうんうん、楽しそう。でももっちゃんさん可愛いなんてコメントも来てまして、ぜひ YouTube で皆さん見たいと思うので、どうしたらもっちゃんさん、はい、YouTube でもっちゃんねるで検索していただくと、うん、多分一番上に、ね、出てくると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。やっぱりチャンネル登録するといつも見れる状態になる、うん、はい、新しい動画が出るとこう上がってくるので。あ、なるほど、もっちゃんねる、はい、もっちゃんねるチャンネル、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。高評価もね、はい、さすが、さすが、さすがチャンネル登録、高評価、はい、ね、セットでね、高評価大事なんですね。高評価大事です。これ、これをこのなんかマークを押せばいいんですね、はい、ぜひ。これはあるんですか、この番組は。グッドボタン、こっちもあるのかな。でもありそう、あった気がする、あった気がする。毎回この放送会によってあったと思うんで、ぜひ今日もしていただいて、こちらよろしくお願いします。そして天野先生、はい、口でございましたらお願いします。今ですね、真夜中のおばっか騒ぎですね、はい、毎週、うん、木曜日千葉テレビで26時から、うん、東京 FX で土曜日27時30分から出演しておりますので、よかったらご覧ください。はい、よろしくお願いします。そして番組の最後に電話占いマヒーナさんからお知らせがあります。癒しフェアですね。こちら癒しフェア2019。今年も電話占いマヒーナさんが出演することとなりました。場所は東京ビッグサイトです。ここでですね、出張対面鑑定というのがありまして、実際にマヒナで普段占いをされている先生と直接会って対面していただけるという機会があるんですね、うん、これすごいですよね。私めちゃくちゃいいなと思うんですけど、8月17日土曜日出演される先生が大岡先生、赤座先生、そしてアモル先生も出演されています。そしてエアー先生、カノアルル先生も8月17日に実際に占っていただけるということで、うん、そして続いて次の日ですね、8月18日日曜日ですね、羽生先生ですね、うん、先々週ですね、出演された羽生先生、この羽生先生の時には講演会もあるということで、うん、羽生先生のお話が聞けます。そして、対面鑑定はアリーシャ先生、ミレイ先生、セイラ先生、月見海人先生の5名が出演されるということで、やっぱり対面鑑定ということでかなり人気になっておりまして、事前予約はもう満員になってしまったということなんですが、当日枠の用意もしているということで、ぜひ皆さん会場にお越しいただきたいと思います。当番組メイン鑑定士のカノアルル先生、そしてゲスト鑑定士のアモル先生、そして前回ゲスト鑑定士でお越しいただいた羽生先生の実際にお会いして対面鑑定できる機会、なんと10分1000円なんですね。めちゃくちゃいいですよね、これね。本当にお得ですよね。大変お得な機会になっておりますので、ぜひ皆さん癒しフェア2019お越しいただきたいと思います。そして先ほどもちらっと言いましたが、2日目ですね、8月18日日曜日の12時45分から13時45分、この1時間にわたっては羽生先生による特別講演会もあります。その名も宇宙と魂の語り手、うん、心に届き世界が変わるという、こちら開催されますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。これが先生の講義聞くのは無料なんですけども、癒しフェアの入場料が1000円かかってしまうんですが、でもまあその入場料1000円でいろいろ見れて、羽生先生の講義は無料ということで、ぜひ皆さんこの機会に、あ、
ただですね、お席が先着順で50名様のご案内となっているそうなので、ぜひ皆さん足を運んでみていただいてください。ただね、今暑いですから ね、うん、ね、会場は結構熱気ですごいですよね。人もやっぱりね、毎年多くいらっしゃいますから、うんうんうん、ぜひちょっとお水とかを持って ね、 ね、 ね、熱中症対策、熱中症に気をつけて、ビッグサイトですからね、うん、いやこれ私行きたい、やっぱ事前裏埋まっちゃったんですよね、やっぱりさすがですね。お待ちしてます。行きたい。いや本当は来てる。だってこれ、ごめんなさいね、時間オーバーしてるのに、うん、あの、うん、先週、先々週ぐらいに告知してもう埋まっちゃったんですね。すごい人気ですね。めちゃくちゃ人気なんですよ。ぜひ皆さん当日枠もありますのでお越しいただきたいと思います、うん、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。明日の時間でまたぜひ、楽しかったです、楽しかったです、来ていただきたいと思います、ね、さあ次回のあやかりの放送なんですが、8月28日水曜日夜21時からの放送になります。ゲストはタレントの時藤亜美さんをお迎えしてお送りします。というわけで本日はゲストにもっちゃんさん、あもれ先生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。オーバーしてごめんなさい。